know about YouTube。 あいさい、あいさい。今回も引き続きタッキーさんに、はい、よろしくお願いします。で、今回何の話をしようかなと思ったんですけど、タッキー TV ってしてて、で、今後、今徐々にね、チャンネル登録者も増えてきてて、再生回数も増えてきてて、今後どういった感じの活動をしていきたいのかとか、どういうチャンネルにしていきたいのかなっていうところで、話聞ければなっていうところなんですけど、どうでしょうか。一応ですね、まあ、タッキー TV としては、まあ、今ジュラフグラフと今一緒に活動してるんですけども、やっぱそこを通して、まあ根底には、あの、沖縄のミュージックシーンをちょっと盛り上げていきたいなっていうところがあって、ローカルアップというか、そう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 、やっぱ10年ぐらい前ですかね、あの、沖縄、まあ、バンドブームってあったじゃないですか、そのモンパチだったり、オレンジレンジだったり、HY だったりっていう、みんなが知ってるような、そう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 、ああいうまたバンドが盛り上がる日をね、ちょっと楽しみにして、待ち望んでいる中で、そうそうそう、でやっぱ今って、あの、なかなか音楽だけで売れるって難しいと思うんですよね。難しいと。で、今ってやっぱ映像と音楽がやっぱリンクしてるっていうか、やっぱもう、あ、おまけじゃなくなったんですよね、映像が、はい、対等というか、なんですか、やっぱ映像あって音楽があって、やっぱみんなそこでこう知っていく、見ていくっていうところがあるので、やっぱそこはやっぱ重要だと考えてるので、やっぱ映像での活動、やっぱなんだろうな、音楽だけじゃなくて、今自分がやってるその音楽家を使ったこのバラエティ、はいはいはい、まさに体現してることですよね。なので別に音楽ネタはやらない時もあるし、ちょっと音楽ネタを盛り込んだネタもあるしっていう、やっぱそこをミュージシャンを使ってのこのバラエティ番組で、やっぱ他のやっぱ YouTuber とはできないようなことをちょっとやっていきたいなと思ってて、一線を画すというか、なるほど。で、自分、まあ一応 PV も撮ったりしてるじゃないですかね、MV、まあ、ラッパーとか、バンドマンとかっていうのもあるんですけども、そこを通して、やっぱいろいろ、まあ今後もいろいろ作っていきたいと思ってるので、で、まあ沖縄でやっぱ映像で活動していて、やっぱ映像作りたいなと思った時に、ちょっとカッキーさんのところ行きたいなっていうような、なるほどなるほど、ところまでなってくれたらいいなと思ってて、なるほど。で、そこを通して、ちょっといろいろネットワーク広げていきたいなと思って。ああ、はいはいはい。なるほど。確かに、映像大事ですね。僕も、なんか、なんなら、PV ある音楽しか聴かないですよ、うん。そうそうそう、今そうなんだよね。結構、パソコン作業することが多いですけど、僕も。YouTube で再生リストを流して、作業するんですけど、大体PV あるやつしか、そうだよね。入りとして。だから、すごいプロモーション効果がやっぱりあって、PV には。そうそうそう。そういった面でね、需要と供給が、の方に、携われればって感じなんですよね。やっぱ、なんだろうな。音楽だけって聞くと、やっぱりなんだろう、よっぽど突出してないも何かがない限り耳に入ってこないんですよね。あ、はい、やっぱどっかで聞いたことある、何々のバンドに似てるテイストだっていうような感じでしか聞けないんで、やっぱ映像があると、あ、かっこいいとか、視覚的にも刺激を受ける、そう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 、あの音楽映像かっこいいよねとかってなってくると、また変わってくると思うんですよ、色々。引っかかる場所を増やしてる感じですね。そう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 、その人たちに対して。いや、いいっすね、バラエティー含めた音楽とバラエティー、他のね、バンドさんとかも入ったら面白いですけど、そうそうそう、さらにどんどんこれが増えてって、今いろいろちょっとこのプロジェクト的なやつを企画してて、今ツイッターで、まあ、あの、無料で一組だけ PV 作りますって、あ、はい、流してますね、やってて、それで、まあ、何件か今応募もらってるんですけども、そこからまた先行して、無料で作って、で配信していって、でその人たちにまた拡散していってもらって、あ、沖縄でこうやって映像で活動してる人いるんだっていうようなのが分かってもらえる、でいろいろまた話とか持ってきて、いろいろつながれば、なんかまたバンドマンのつながりが増えてくるのかなと。意外にバンドマンってね、みんな人見知りっていう、そうなんですか、多いんですよ。身内でワイワイしてるから、はいはい、自分もそうだった、なのでやっぱ広がっていかないと、やっぱ世の中のカオス的な感じになっちゃうってことですか、やっぱ今後がないっていうかね、なのでその広げる、まあ橋渡しの役目ではないけども、そんな感じでちょっと、まあ中立に立っていろいろ、まあ後々はなんかイベントとか企画できたらいいかなと思うし、なるほど、映像も含めた、音楽メインの映像を含めた、あ、いいっすね。いやー、そう、なんかわかります、なんか沖縄を上げようっていう気持ちみんなあるじゃないですか、アーティストとかの人たちもそうですけど、よく話聞いたら、だからそこら辺がね、映像多分一番力ありますもんね。そうそうそう、で YouTube なんて世界中どこでも見られるんですよね、実際。だからそ
こでね、面白いなっていう。観光にもね。誰もがもう見れるからね、うん、やっぱり YouTube っていうのは。そういった点でね、まあ、面白いですよね。そうそう、結構大きいんですよね、目標。僕そんな全然大きい大義の目標ないですけど。一応ね、そういうのをまあ秘めて、ちょっと活動はしてますよ、ね。ちょっと、まあ、夢を見ながら。まあできるかどうかは分かんないけども、うん、でもなんかそういう風に、ちょっとでも近づけていければなと思って。うん、でもまあ、音楽始め、動画始めて、うん、まあ結構いろいろつながりも増えてきたんで、うん、まあそんな、なんだろうな、大きな夢ではないのかなっていう気もしてますよ。だんだん。なるほど。継続するっていうのが難しい、ね。そう、これを継続するのがね。うん、今そう、熱あるこのまま維持できるかっていうのがやっぱ難しいんですけど、うん、まあ、今後もね、期待したいですよね、活躍。はい。よろしくお願いします。そのためにはね、やっぱあの、沖縄にもいっぱい YouTuber っているじゃないですか。まあ、いますね。浜さん含め、うん、アスファルト白間さんとかね、うん。やっぱみんなクオリティの高い動画出したりしてるじゃないですかね。うん、そこら辺もみんな通じて、いろいろなんかやっていけたらなとも思いますけどね。そうですね。まあ、バンドだけじゃなくて、こういう動画作る人の間でもってことですよね。うん、ハイサイとはね、何度か絡んだりして、うん、一緒にバラエティとかやったりしたことあるんですけども。うん、他の人たちは、うん、今からなるほど、面白いですね。あ、コラボとかね、いいっすもんね、うん、なんか普段と違う感じ。そう例えば僕の映像でこの場所が映ること多分ないし、一生今日しか。だからそういったところでも面白い。絵も変わって、うん、気分も変わって、やっぱいろいろね、あの刺激を受けるっていうか、そういうことをやってると、いろんな人と活動してると、うんうんうん、ああやっぱこの人こういう風にやってんだとかっていうのを聞けるだけでも、うん、やっぱちょっと頑張ろうかなっていうモチベーションにもつながりますからね。なるほどね。なので皆さん社交的に外向きに頑張ってください。そういった感じで、タッキー TV の目標は音楽で世界を変えるっていいですか、まとめてある。そうっすね、ざっくりまとめちゃったけど。OK です、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。